皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは中級の第2課、ね、レッスン2の2番目のビデオ、単語の12番からです。これはこの本、ね、大ガーでヤップンユーダージャーダルユー、みんなの日本語の中級の1番の教科書を使っていきます。皆さん中級の第2課、単語が多いですね。今日はですね、こちらのページの12番なので12、ここからですね、ここら辺からこういって、このここら辺までやっていきます。では一緒にホワイトボードを見てくださいですね。まずは12番ですね。エコ、エコ、あ、もうエコ、この、 もう外来語、外来語って言っていいかな、外来語を短くしたやつですよね。もう何か全然分かりません。エコ、エコロジーですね。環境に優しいね、なんかエンバイロメンタルフレンドリーみたいな、エコロジーね。エコ、エコロジーな、な形容詞で、エコ、ちょっと光って見えない、エコロジカルな、ね、な形容詞はエコロジーな、エコロジカルな、どちらも使います。まあ大体同じ意味です。でエコというのはなんかまあ名詞ですけど、例えば何ですか、スーパーに行くとき皆さん自分の袋を持っていきますか？私は頑張ってなるべく持っていくようにしているんですけど、大体なんか時々忘れますけどね。であれエコバッグと言いますよね。ね、エコバッグね、なんか香港の人も最近使ってるかな、エコバッグね。日本の人かなり使ってますよね。すごくいいことだと思います。それから次ですね、と環境ですね。環境ね、まあエンバイロメントですけど、でどうやって使うか、例えば環境問題とか、それから環境保護、保護はプロテクションですけど、環境を守ることね、環境保護。それから他には環境にとね、これで優しいと言います。でこれ優しい漢字気をつけてね、easy の優しいじゃなくて gentle とか being nice の優しいですから、 environmental friendly は環境に優しい何々ですね。例えば会社、この会社は環境に優しい会社です。環境に優しい、例えばホテルですとかね、ですね、私もなんかホテルを選ぶとき時々、いつもじゃないんですけど、例えば、なんかリゾートとかに行ったときとかは、環境に優しいシャンプーとか、環境に優しいなんかいろんなサービスをしているホテルとか選ぶようにしています、ね、そういうところなんか泊まっていても気持ちがいいですよね。で次ですね、次は、次はアポですね。これね、アポね、アポイントメント、like appointment ね、アポイントメントの短いのです。アポだけですね。アポイントメントと全部言う日本の人はいません。例えばエアコンディショナー、エアコンって言いますよね。エアコンディショナーという日本の人もほとんどいません。みんなだいたいエアコンと言いますね。で、これもアポと言います、ね、アポは面会の約束や予約のことです。面会というのは会うことで、面は顔ね、会は会いますですね。面会は会います。特にビジネス、仕事で使います。友達に会うときはあまり使いませんね。で、アポを取ると言ったりします。 Get an appointment とか、アポがありますとか、ね、例えば、私が、どこかの会社にね、例えばそこの社員に会いに行くときには、まずは電話とか E メールでアポを取ります。 Get an appointment、ね、アポを取って、でそれから会社の受付へ行ったときに香港の ID、ね、ID を見せて、ですいませんってね、例えばどこどこ部、何々部の何々ディパートメント、何々部の何々さんとアポがありますと、ね、アポを取ってありますと 言ったりします。で、ね、次行きましょう。で次は、省エネですね。省エネはもう見ても全然わかりませんね。これ省というのはここに書きました、省くという動詞です。省きます。省きますは to omit とか to cancel とかね、何々しない。例えばデパートに行った時にたくさんこう包装ありますよね、ラッピングね、包装で、包装を省きますとか、例えばなんか
そうですね、必要じゃない会議、ね、会議をしません、会議を省きますとか言ったりします。でそれで省エネ、エネはエネルギーのことです。エネルギーはエナジーね、エナジー。なのでエネルギーを使いませんの意味で、エネルギーを、これ節約、セービングね、そうセーブエナジーです。セーブエナジー、エネルギーを使わない、たくさん使わない家電とか言った、省エネの家電とか言った、家電は家は家では電気、電気製品、家で作る電気製品、家電何がありますか？例えば冷蔵庫とかエアコンとかね、電子レンジとか、これを家電と言いますね。そうです。次行きましょう。次は学習するですね。 学は学生の学、学校の学、習は習いますですから勉強することですが、あの勉強するというとなんかイメージはだいたい本とかパソコンを使ってちょっとアカデミックな勉強をしますね。でそれで習いますというとちょっとね体を使う感じです。例えば料理を習ったりダンスを習ったり、日本語を習うもなんか話す感じね、口を使ってね話します。日本語を勉強する、研究するというともっとあのこうなんていうかな、アカデミックな感じになります。だから試験のためとかね。でもあの私たちが今このオンラインでやってるとか、私のプライベートレッスンでやっているのは会話のちょっと楽しい感じで、ね、一緒におしゃべりしたりしますよね。これはね習うの方がいいですね。でそれで学習するというのは習いますの少しフォーマルな感じになります。例えば知識、ナレッジとか行動なんかね、なんかすることね。例えばそうですね、うん、日本に行ったらなんか日本人のなんかライフスタイルとか生活の仕方とかをあの習ったりします。あれ学習するとか、例えばこれスキルはこれ能力、大体同じですけどスキルね、英語のスキルと能力、ね、をあの学習したりします。あと最近は例えば AI とかロボットがあの私たち人間のなんか知識とか行動とか、ね、能力とかを学習していますよね。でね、次行きましょう。次は、記事ですね。記事、英語のアーティクルですけど、例えばニュース記事とか新聞の記事とか雑誌の記事とか、あとネット記事と言ったりしますね。 ちょっと確認しましょう、ダブルチェックね。ニュースは中国語、普通話の新聞だよね、広東語で三万で、新聞は報紙だね、報紙ですね。ニュースはニュースで、新聞というのはそのニュースペーパーのことだね。気をつけてね。ではね、次へ行きましょう。こちらを見てください。今度はね、分けるですね。でね、分けるだね、分ける、分ける、なんかセパレートという感じ、ここでいい、こんな感じで分けるですね。あ、例えば私はこれ髪の毛全部一つなんですけど、こう真ん中でセンターパーツでこうなんていう、髪を分けるとかね、あのなんかおじさんとかここら辺でこっち3でこっち7で七三って言って七三に分けるとかね、日本人のなんかサラリーマンのスタイル、昔のおじさんのスタイルとかね、七三に分ける、六四とかも言ったりします。私は分けるときは六四ですね。皆さんどうしてますか？でね、次へ行きましょう。次は、あ違う、分けるをやるのね。分けるは例えばね、うん、例えばあの本ね、一冊の本です、一つの本ですけど、前と後ろね。でこれ前は前半と言います、前の半分ね。で後半、後ろの半分でね、前半と後半に、助詞の使い方気をつけてね。本をとか小説を前半と後半に分けるとか、例えば5回に分けて、分けるの手形使って5回に分けてお金を払う、なんかクレジットカードとかそうですよね。ちなみにあの皆さん、あの外国の皆さんも日本で、オンライン銀行ね、オンラインバンキングから、あ違う、オンラインバンキングって言わない、多分インターネットバンクっていうの、あのインターネットバンクで口座、バンクアカウント、ね、を作ったらクレジットカードが持てますね。そしたら日本のクレジットカードだと、例えば普通は2回に分けて払うときにはあの利子、インタレスがつきませんね。だから香港のカードにはそんなファンクションがないよね。
よかったら日本でね、たくさん買い物をする人はこんな方法を使うとちょっと便利かもしれないですね。次です。噂ですね。噂はルーモアでね、ルーモアで噂をする。噂をするはなんか話す人だね。これあの人最近結婚したんだってとかね、何々さんは あの仕事を辞めるそうですよとか、あれ噂ね。噂をするですね。で噂を聞く、するは話す方、聞くは本当聞くだけだよね。噂を聞きました。それから噂を聞くは噂をするというのはあまり良くないと思うんですけど、噂を聞くというのは時々ポジティブにも使います。例えばね、私が、そうですね、例えばね、会社の社長さんにね会った時、初めて会います、はじめまして、ね、まさみです、どうぞよろしくお願いしますですね。社長さんが、あ、社長の何々ですって、ね、あ、いつもお世話になっておりますって言って、何々社長の噂ね、お噂と言います、おをつけてね、お噂はいつも伺っていますだと、いつもあなたのこれいい噂ね、いい話をよく聞いていますよという、 I always hear about you という意味で挨拶の時も使ったりします。で次ですね、噂を信じる。信じてはいけないよね、大体の噂 90% は嘘だよね。私はそう思っていますけど、で噂を流す。流すっていうとこう、トイレとかみたいなイメージで、フラッシュとかスプレートの感じで噂、悪いことですね。次、あたりですね。あたりはその近くの意味です。近く。でも、あたりだけであまり使いません。使い方、例えばね、このあたり、この近くですよね。この近く、このあたりとかね、そのあたりとか。で、どのあたり、あと、東京駅あたり。あとどこどこあたり、六本木あたりとか新宿あたりとか、新宿のその周りとな意味ですね。それから明日あたり、時間にも使っていいです。明日あたりとか来週あたりとか、ごろの意味でね、明日ごろの意味で使っています。それから次です、アドバイスだね。でアドバイスも英語ですよね、アドバイスね。アドバイスをする、するって言うとあげることね。アドバイスをする、アドバイスを聞く、聞くはしてもらうね。でアドバイスをもらう。でこれをよくいただくって言って、謙譲語によくします。どうしてかというと、アドバイスをする人は目上の人が多いよね、大体ね。例えば上司とか、 なんか先輩とかからアドバイスをいただくでね、というふうに言う場合が多いですね。それから次は事件ですね。事件、アクシデントなんですけど、ちょっとここフォーマルすぎる。でもよく新聞、皆さんNHK とかのニュースとか見ますか？よく聞くんですけど、殺人事件って言うと、人を殺す事件なので、マーダラーでね、強盗事件。強というのは実は強くだよね。で、盗は盗みます、取りますの意味で、意味は例えばこうなんかナイフとか拳銃とかで、で金を出せみたいな感じでやったら、これ強盗ですね。それが傷害、傷というのは傷ですよね。ですからなんかこうパンチとかしたりとかして、相手がこう怪我をしたりしたら、それは傷害事件ですね。あと窃盗事件。窃盗というのはね、物を取るだけです。強盗はなんかナイフとかガンとかね、銃とか持ってたりするけど、窃盗っていうと、例えば多分ですけど、例えばスーパーとかで物を取ってきたりとか、誰か家に行って人の家から物を盗んだりしたら窃盗だと思います。で詐欺、詐欺っていうと中国語だとわかるかな、ピエンレンだからね、誰かに嘘を言ってね、嘘を言ってその人からだいたいお金を取ったりします。あれは詐欺と言いますね、騙すことですね。じゃ次行きましょう。奪うですね。奪うというのはこれ、ね、無理に取ることでね、無理に取ること、ただ取るじゃなくて、こう相手から取ることですね。例えば何を取るか、ちょっと奪うって少しだけフォーマルに使うんですけど、権利、権利っていうとまあ right で、だけ human rights とか copy rights とかね、 rights、 権利を奪うとか、機会、チャンスですよね、チャンスを奪うこと。財産、財産っていうと、例えばお金とか金、ゴールドとか、例えばあと何ですか、家とかですかね、家とか土地とかを奪うことですね。奪う、財産を取ります。命、ライフね、命を取るとかね、を奪うと言います。あと最後、干す。干すというのはこれ、乾かすこと、乾燥させることなんですけど、洗濯物を干したり、布団、
これ洗濯物はまあみんなわかるよね。洗濯したものね、ラウンドリーね。で、あの布団を干すのは日本の人の習慣ですけど、まあ、毎日じゃないけど、あの自分たち の、 そのブランケットを外に庭とかバルコニーに持って行って、であの太陽でね、であのこうなんかトータリードライアップで、ね、すごく気持ちがいいんですよね。皆さんもしね、あのよかったら日本の面白い習慣だけど布団を干すのチャンスがあったらやってみてください。すごく気持ちが良くなります。で他にあの干すなんかね、 悪いというか人に使わせ、人を干すというとあの首には多分しないですね。あの not like firing people、 でもその人の会社の中でのその権利じゃない、機会を奪って悪いポジションにしたりして、その人のそのプロモーションでねがない状態にして人のなんかチャンスを奪うことですね。あの人を干すと言ったりもします。なんかドラマとか映画で時々聞きますね。はい、じゃあ今日の単語ここまでにしましょう。今日は、ホスなので24番まで来ました。全部で74ありますから、少しずつでもあのこれたった2ページね、ただの2ページなんですけれど結構大事な単語ばかりです。であの動詞とか副詞とかね、名詞でもあのどうやって使うのか、使い方いろいろやっていった方がいいと思いますから、よかったらねあのこの他にも辞書とかで調べながら見ていって、で自分でいろいろ勉強してみてください。じゃあね、また次の単語一緒に勉強しましょう。お疲れ様でした。あのこれが役に立ったと思ったら LIKE よろしくお願いします。じゃあまた明日ね。お疲れ様、バイバイ。